ピエールド・リュクサンブールは、フランスカトリック教会の高位聖職者、メッシ教、スーキ教を、1527年に副社に劣勢られた。リニー・ハクギーとその妻のサンポル・ジョハクマオード・シャティオンの、間の息子として生まれた。幼い頃に両親を亡くし、おばの手で育てられた。1377年より、パリ大学コレージュ・ド・ナバールで学び、1378年に、 ノートルダムド・パリ大聖堂の大聖堂参事会員。1381年にノートルダムド・シャルトル大聖堂の大聖堂参事会員に名を連ねた。翌1382年にカンブレー司教区の助祭長に除会された。1384年、メス司教職が空席となった。新司教の選出は、フランス王の要する対立教皇クレメンス7世と、 神聖ローマ皇帝の指示を受ける教皇ウルバヌス6世の間の教会大分裂が起きていたため、紛糾した。対立教皇クレメンス7世は1384年2月10日、わずか15歳のピエールをメス司教に除解した。これに対抗して、ほぼ同時期に教皇ウルバヌス6世は、ティルマンフスフォンバッテンブルクをメス司教に任命した。 フランス王シャルル6世の摂政の一人ベリー子、ジャンの求めを受け、対立教皇クレメンス7世は1384年4月15日にピエールを除祭数機気に任命した。サンジョル・ジョイン・ベラブロ教会がピエールの名義制度をとされた。ピエールは若かったにもかかわらず、非常に聖者らしく禁欲的な生活ぶりで有名だったと言われる。ピエールは1387年、 アビニョン教皇長に仕えていたとき、18歳の誕生日を迎える直前に死去した。本人の意思に従い、遺体は、貧者のための共同墓地に葬られた。しかし後に、ピエールの筆儀に関する奇跡が報告されると、弟のブリエンヌ・ハクジャンは別に教会を建てて、ピエールの遺体をそちらに移した。ピエールの劣服に関する定義は1431年に、 始まったバーゼル公会議に初めて行われたが、結論に達しなかった。1527年、教皇クレーメンス7世はピエールを劣服した。1629年、教皇ウルバヌス8世は、彼の副社としての記念日を7月5日に定めた。ビル・レザビニオンには、ピエールの名前を冠したピエールド、リュクサンブール美術館が存在する。ありがとうございます。